青い森でチャッチャッ。こんにちは、小笠原秀樹です。青い森でチャッチャ。青い森は青森、そしてチャッチャはチャンスチャレンジの意味です。青森とチャンスチャレンジをテーマにトークを展開する地方創生プログラム、創生の声は声ということでお届けしてまいります。今回お迎えしましたお客様です。株式会社アピー代表取締役の濱田美香子さんでございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、その濱田さんの、はい、オフィスに、はい、お邪魔をしております。はい、非常にね、こう開放的なところというか、ラジオじゃ見えないので、はい、そうですねありがとうございます。ぜひね、青森市の問屋町ってここですね、はい、場所ですね。はい、先ほどね、打ち合わせしてたら非常にね、こう生き生きといろんな、ね、声がこう聞こえてきてたりとか、ね、なんか活気のある職場だなまあ時間もそういうあの活動的な時間にね、はい、あの来てくれてるっていうのもあると思うんですけども、はい、まあ、そうやって映っているっていうことは本当にあの嬉しいなと思っています。ありがとうございます、はい、まあ、そんなね、はい、生き生きとしたね、はい、この環境づくりのちょっと話も伺っていきますけれども、はい、初めに濱田さんの、ね、はい、自己紹介をお願いできますか。はい、株式会社アピー の、 あの代表をしております濱田美香子です。まあ、株式会社アピーっていうのは、まあ、今から9年くらい前に、福祉事業を全般的に運営している、会社起業しまして今に至っております。今年で、年齢をお話ししてもいいんですよね。昭和49年生まれで今年50歳になります。はい、な感じで運営しております。はい、あのアピーという名前、はい、あのどこからこうネーミングされたんですか。はい、あの結構そう言って言われるんですけども、うん、あの株式会社アピーのアは、青森の頭文字のアを取ってアで、うん、でピーは平和であったりとか、うん、安心であったりとか、そういう和平であったりとか、うん、そういったそのあのみんながこう幸せである職場でないといけないなっていう思いもあって、それで POP で、で環境、うん、あの人が全て人が人を世話するあのお仕事なので、評価するのもイノベーションを起こすのもあの時代に即したケアするのも全てが人なので、なのであのその環境が大事っていうことで E を取って、あの頭文字でアピーっていうことにしてました。なのであの環境、私は環境を大事にして、人的環境であったりとか、その人の住まいであったりとか、あのその高齢者が職員が住む環境、あの仕事する環境を大事にしていきたいなっていう思いでアピーにしました。はい、で創業をして、はい、まあ、会社としてはまあ10年、そして、はい、まあ、そこから施設スタートして、はい、まあ、9年、今度10年というような話を事前に伺ってたんですけど、はい、あのそもそもこう起業に至るまでのところっていうのはきっかけは何だったんですか。私あの高校卒業してあのすぐあの特別養護老人ホームっていうところにあの勤務したんですけども、次は本当にあの右も左も分からなくて、選択するっていう人のものを選択するとか、人の入れ歯をあの掃除するとか、そういったものもやっぱりね、あの学生ですぐそういったお仕事するもんで、全く分からないままあのお仕事に就いたわけですけども、まあそういった現場10年やって、それで、まあ、あのケアマネージャーっていう資格を取得して、相談業務を30歳からやって、それで、まあ、地域の困ってる人たちを直に聞くようになって、もっとこんなことができるんでないか、もっとこうしてあげたいなとか、もっとこういうふうなことだったらもっと幸せになるんでないかとか、まあ、本当にあの灯油エネあの灯油をがない お金がなくて、あの食事であったりとか、うん、
そういう、光熱費を削って生活してる人であったりとか、さまざまなその困ってる人、悩んでる人を見たのが30代なんですよね。でそうなった時に、運営してる側のその福祉の事業全体的に見た時に、もっと自分ならこういうふうなことしたいなって思ったのが35の時で、でそれでだんだんこう意識し始めてきて、それで38で、理不尽を感じて、もっと美味しいものを届けたい、もっとこんな環境があったら幸せにできるんじゃないかっていうのが、もう思いが溢れてきて、それで独立しようと思って38に独立して、で銀行に行って奥のお金借りてっていうのが38でした。えいやですね。えいやです、本当に本当にえいやです、うん、思い切りで、思い切りで、もう本当に現場上がりだからこそできることってたくさんあると思うので、それはやっぱりやらないと思いが伝わらないので、やるしかないなと思って やりました。まあそのいろんな仲間の人の支えもあってね、本当にまあ、うまい具合に、まあ、順調に来てるかなと思っています。まあおかげさんで今今年でね140名 の、社員もにも、まあ、雇用することができて、まあ、そのみんながこう思い持った人たちが集まって、まあ、私たちがその人材育成の部分で私が掲げてる内容を共感してくださってる、共感してくれてる仲間が多いということが一つなんですけど、まあ、その人材育成で掲げている目標というのは、スキルアップしながら一生がいい働ける職場を目指していきたいなって、は思って今頑張っている最中です。その人材育成の部分で一番働いていて、一番こう嫌だなっていうか、こう、悲しいなっていう思いはあったのが、せっかくその職場で仲間として一緒に働いてるけども、何かのちょっとした理由で評価を受けれなくてとか、悲しんでその職場を去っていったりとか、さまざまな理由で辞めていく仲間がいるわけであって、そこの部分で、こうその人その人に合った職場 の環境であったりとか、ポジションとかがたくさんあったら、一生ずっとこう仲間でいれるのになっていうのがすごくあってて、私ほの本当に仲間が辞めていく時って、もう本当に1週間2週間は落ち込むところ、どんな人であってもこの人が辞めましたっていうと、もう本当に1週間ぐらい10日ぐらいこううーんってなるんだよね。だからそういう職場じゃない職場を自分では作りたいなっていうのがすごくあって、でなので一生涯働ける職場っていうのは、やっぱその人に合った職場の環境であったりとか、まあその間に病気になったりとか、足が痛い、腰が痛い、そういうのはたくさん出てくると思うんですよね。なので、そういう人たちが足悪くなったら、この職場受け皿で、動けなくなったら農園に行って働けるようにしたいなっていうのがあって、でなのでもう一つアピーファームっていう作ってるんですけども、そういう作ったのは、そういう仲間、働いてる人たちを大切にしたいっていう思いから、そういうのを作って今はやってます。あとはまあ介護の現場っていうのはアスリートと一緒だと私は考えてて、常に動いて常に腰を使って、かといってその介護の職場っていうのはやっぱり一般のところと比較すると、処遇はだんだん昔から言うと増えてはきてるけども、一般から見るとやっぱり低いんですよね、費用対効果の部分であると。なので自分の体をケアするっていうところまでお金かけれないんですよね。なのでそこの部分では
福利厚生としていくらやっても無料だよっていうので、エステシャンを一人雇用してあの銀座では90分で2万円するっていうぐらいの本当にあの素晴らしい機械入れて、それを使えるエステシャンやって、あとみんなにこうやってるんですけど、今ね、社員が増えてきたから、回数は限られちゃって、来年以降、もうちょっと大きくして、どんな人でもできるようにはしたいなと思うんですけども、本当にそれが好評で、人材の定着になったりとかはしてて、夜勤明けでもそのエステをやって帰って、それですっきりして寝て、でそれは全部自分の体に投資は会社が持ちますよって。だからアスリートの人でもケアをするのはそこの会社がスポンサーがやってるわけで、なんで介護の現場と医療の現場はそこがいつもないんだろうって、こんなに働いてるのにって、で体のケアするって自分も自分で、もう本当にいいなと思って、なのでそこは会社でちゃんと持ってあげるべきだって思って、やったらやっぱりそれがすごく好評で定着につながってはいます。男性はフェイシャルとかも、男性も男性で見られる、いつでも見られてもいいってフェイシャルやったりするんですよね。いい感じで、定着にすごくこう、なってるんじゃないかなと思っておりました、ぶっちゃけの話なんだけど、働いてる時っていくら働いたとしても本当に手取り14万くらいしか手取りで、本当に安かったから、福祉の私もこの私今50なんで、30年前の話すると、30年20年前でも私高卒だから手取り14万もらえないんですよね。13万もらえないとこからのスタートだったんですね。で30になっても手取り14万くらいで、14万3000くらいがせいぜいですよ。総支給17万がそれぐらいしかもらえない、だいたいそういう形でもまだ多いんじゃないかなと思うんですけど、そうなった時に両親、私一人なので両親を食わせていかなきゃいけないとか、何を周りを食わせていかなきゃいけないっていうよりも、自分が食べることで精一杯で、でそうなった時に自分でもっとお給料がなければ稼ぎがない、ないなっていうのも一つだったんですけど、その時ってある程度の野心もあって思いもあって、で経営したらそれなりのお給料はもらえるなと、そしたら周りの人たちを養えることできるなっていう、そういう思いもあって、親を養わないといけないなっていう、そういう思いもあっていたんですけども、ここ9年10年経った時に事業も安定して自分の給料も安定してきた時に、次に考えることってお金ではないもので、なんて言ったらいいんですか、心の豊かさみたいなことですか、精神的な安定、金で買えないところを追求してくるんだよね、この経営になってくると、でそこのところ、やっぱもともと福祉であるからそういうところに追求するのかなと思うんだけど、お金で買えないその心の豊かさとかつながりであったりとか、そういうところに今こうすごく最も興味あって、その金銭的なそういうところも本当に必要なんだろうけども、そうじゃないところの深さっていうところをもっともっと知りたいとかって学びたいなっていうところがあるんですよね。それがスキルアップしながら一生懸命働ける職場を目指してっていうところの目標につながっていくと思うんですけども、それが今の自分が維持できる原動力には無限に
無限だ本当に経営者の方とお話しするとね、まあ、もちろんお金のこととかそういう経営っていうことももちろんこれは継続として重要な損益とかねそういったことはあるんだけれども、でも働いてる社員がいて、で働いている従業員社員の皆さんの、まあ、いわば働きがいっていう部分はお金でだけではなく、まあ、先ほど福利厚生の話もされましたけれども、そこなんですね、この精神的な部分というか心のつながりだったりとかっていうのは大きいじゃないですか、うん、大きいんですよ。でね、給料を私たちまだまだ創業9年くらいだから、うん、じゃあお給料を上げて、じゃあ満足する職場をがいいのかっていうと、福祉の事業ってそうじゃないところもあって、でその人材育成の部分で一番大、福祉の場合ね、育成が大事だっていうのは、そのそうじゃないところにいかに喜びを感じて、そうじゃないところにいかに嬉しさを感じてとか、共に笑ってとか、そういう心の修行であったりとか豊かさを求めて、それで喜ぶ従業員を作っていかなきゃいけなくて、ってなった時に自分が率先してそこの部分になんかこう投資していかないと、本当の心を磨きっていうか、そのがなければ福祉っていうのはやっぱり国が支援する事業だわけで、国が支援するっていうのも数限られ、お金だね、国策だってそんな限られてるわけであってね、でその中で私たちがやりくりしなきゃいけないわけであって、どこよりも給料出しますよなんてそれはもう維持できないんであって、じゃあどこにみんなが豊かさ求めてるかって、はそこの心、嬉しいっていう素直に、喜べるものであったりと、ありがとうって言えるその環境であったりとか、そういうその人材育成を目指していく、いかないと福祉っていうのは育成ならないのかなとか、なんか今すごいね、ごめんなさいね、全然離れてるあれなんだかとは思うんだけど。青い森でチャッチャッ、私がその福祉を目指したきっかけっていうのもつながっていくんですけども、私はもうばあちゃん子で、何でもこう素直に笑って、喜んで、そういうばあさんにこう教育っていうかそういう環境で育てられたんで、そういう職業ってないかなって調べた時に、これからは福祉だと、中学校の時にね、福祉だってことがテレビで見たので、高齢化社会になっていくよっていうことだったので、あ、じゃあこれを手につけたら、身につけたら、ばあさん、好きなばあさんたちがたくさんいて、ばあさんとの話ができて、それが職業になって、でずっと笑っていれるなって、単純にそれで福祉の道を選んだんですけど、はいはい、から本当に自分が好きな職業、自分があって、ずっとあっていたいなっていう職業がばあさんだったんで、それが、ずっとちっちゃい頃からの延長でそれが、会社の経営になってるっていう、ところ流れてね、っていう感じで来てるので、本当に今ね、人材育成とか、今人材不足とかっていう話はしてるんですけども、そこのところに特化して、そこを追求していければ人って定着してくれるんだなっていうのが、結果ちょっとこういいんですか、こういう話になっちゃって、全然話で全然 OK なんですよね。一つ思ってたのは、本当に辞めてく方が本当に多いなっていうことを経験されてるところで、こう落ち込んだ時の、その特別養護老人ホームで、ご一緒に働いてた方が辞められてっていうと、自分ももしかしたらっていう、そういうところもある
じゃないですか、うん、もしかしたらっていうの、うんうん、でもそこでも私はなんでこう続けてこれたなっていうのはやっぱりそういう喜びであったりとか、うん、あのおばあちゃんがこう好きで、うん、その喜ぶ顔が見たいっていうことであったりとか、うん、何かそこには力っていうのがあったんですか、うん、やっぱこのストレスがあった理不尽な時があった時にいつも私がいつもやってる習慣が、うん、あのこんなことがあったらみんな幸せになるだろうなっていう夢を描いて寝るっていう発想の転換です、うん、まあ、それでプラスにこう思っていく、そうで、それで自分の想像の中で、はい、想像の世界があるのよ、はい、自分の想像の世界があって、うん、今で言えば何て言うんですか、そういうネットの世界みたいな、うん、なんかこう上質な世界というか上質な世界というか、ね、その世界が妄想、妄想、妄想、本当に妄想なんですよ自分の中で妄想があってで作ってる世界があってて、うん、これがこうやってこうなったらこうなったらもっといいのになとか、うん、そういうのを描いて、ね、寝るっていう習慣が私にはあったから多分強くは見ない、周りが強く見れるんだけど、誰もそれ想像する妄想の息がすごく人よりもいっぱいあったんだから、なので食事用のエプロンであったりとか、あのこれまでやってきた時はやっていたネタは全てその時の妄想が全ていつかありたい姿がもうそのあたりからもイメージされていて、そうだね、それを具体化した、20歳、うん、20歳の時からずっとやってたものね、だから多分それが支えで、うん、あの自然とあのこう経営あの自分でやりたくなってくるんだよね、うんうん、自分で独立して、うん、あのなんかこう思い描いたものがあったら、うん、みんなが喜ぶだろうっていう、うん、喜んでも喜ぶだろうっていうのはもう押し付けなんだけど、うん、考えがもう、うんうん、喜んでくれたらいいなっていうので、まあ起業した感じかな、やっぱその思いが強かったものね、うんうんですね、あの今に続く今、うん、思いがまああの やるって言った時にあの決断と覚悟ってこれって違うんだなっていうのが起業した時に本当に思ったんだけど、やるっていう決断はしてるけども、いざ3億を借りるって言った時触れたんだよね、うん、38の時、今まで雇用されてたのが誰も家の人の援助もなく何もなく本当に自分の実績だけで3億借りるっていうのは本当にあの震えたもんね、うん、ということはまだ決断はしてるけども覚悟はしてないのよね、命かけるっていう覚悟はまだ半分で、それが1ヶ月間くらい続いたのかな、1ヶ月続いた時に何やっても怖くなくなったのね、うん、やるぞって、それが覚悟だった、うん、覚悟ってこれを覚悟って言うんだって思いましたよ、これはもうこれをっていう分の瞬間っていうのは何か、うん、あるあります、あります、うん、お金を借りた瞬間ではないですよ、ね、お金借りた瞬間はビビるんですよまあそれ私も3億借りるっていう、まずそういった時にどういう信用でどうやってこう借りようかみたいな、で、うん、借りるのはある程度、うん、まあ、その実績と、うん、ある程度ベン振って、まあ、この思いがあるって言って、うん、まあ、ちょうどいいタイミング、事業計画を作ってね、タイミングがあれば借りれるんですよ、うん、1000万、2000万、うん、3000万、うん、でもそれでどうしようっていう気持ちが不安だったりとかあるんですよね、はい、うん、でも不安だっていうのはまだ覚悟してないんですよね、ほい、うん、で、ね、1ヶ月するとふっとやるぞ、うん、何としてもやり遂げるっていう気持ちが出てくる、それ時に覚悟なん、決断は借りるっていう決断はしてる、そこで覚悟はしてないんですよ、で覚悟した時に人って強くなれるんですよね、人を守んなきゃいけない、自分をもっと挑戦させなきゃいけないとか、もっと今のものを出さなきゃいけない、潰しちゃいけない、いや なんとしてもやらなきゃいけないって、これが覚悟なんだと、国旗心っていうか自分に打ち勝つ、あ、これって覚悟なんだなと思って、
決断と覚悟って違うんだっていうのが39だね、38だな、89の時に感じました、お金借り半をする時にさ、これからのこうどういうふうな、今度はねまた新たな妄想をしましょうか。はい、新たな妄想はね、福祉の事業に関しては、もうちょっと展開して、あとはもう県外の方にも展開していくっていうのがまず一つと、あと アピーファームの方では、高齢に特化した、ジャス認証の取得を取った農園あるので、そこの部分をもっともっと広げて、今今年発売で、バラ 100% の、コスメを発売するので、それを皮切りにいろいろな、あとコスメであったりとか、そういった事業も展開していきながら、農福連携っていうところも視野に入れて、自分たちの従業員が年金では生活できないと思うから、プラスアルファでやっていけるような、座ってできる仕事作りだったりとか、そういったものを大きく事業展開していきたいなと思ってはいます。やはり長くその人がもう力を発揮できるようなね、そういう社会、そういう舞台っていうことだね、舞台を、作ってあげたいなって、あげたいなって思ってね、それをどうやったら実現できて、ついてくれてる、来てくれてる人たちが足悪くなった、腰悪くなったから、じゃあ私たちに働けないねっていうことは、本当にね、身を切るほど辛い身切るほど辛い、これがもうね、想像しただけでさ、もう辛くてしょうがない。もうこれまでさ、時間費やしてくれた人がさ、もう何もできないから、じゃあどうぞっていう、それはできないなと思って、で一緒に共に働いた仲間をどれだけ守れるか、それが経営者のこれからの私の腕だ。いや、本当にそれを聞いたらね、本当に働いてる皆さんがね、もう泣きますよね。まあかつてね、もう自分との戦いがこうあったように、創業した時のね、話でしたけれども、本当にこれから何かにチャレンジしようと、かつてのもう浜田さんのように、何かに踏み出したいっていう人たちへのこうメッセージとしては、最後お伺いします。踏み出したいっていうメッセージにしてみたら、自分がやりたいって思うことを本当に純粋に、世間が超えてみてるからやれないとか、そういう周りのことはどうでもよくて、自分がこれだったらやれるんじゃないか、可能性があるんじゃないかって思うものに関しては、絶対こう身近な人にも相談していきながら、調べながら、もの調べながら挑戦してもらいたいなって思って、ひるまないでやるっていう、自分を信じたらどんなことでも叶うと思う。なので私もそんな優秀なね、こう本当に人の陰に隠れてるような私、本当に人だったの。でもおばあさんのことになるとムキムキと前に出てくる。ってことは、好きなものは、人っていうのは自分を出せる、だからその好きなものを見つけて、ひるまないで、形が変えても、こう間接的でも好きなものだったらずっと死ぬまでやっていけると思うから、そういうものを見つけてどんどん挑戦してもらえればなって思ってる。自分もできたからそうですね。株式会社アピー、代表取締役の、浜田美香子さんにお話をお伺いしました。また続編やります。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。青い森でチャッチャ、パーソナリティは小笠原秀樹でございました。それではまた次回もご一緒しましょう。青い森でチャッチャ。